孤独なものよ。君は創造者の道を行く。は、フリードリヒ・ニーチェの有名な言葉の一つです。この言葉は、孤独や孤立を経験している人に対して、彼らが創造的な人生を送ることができる可能性を提唱するものです。ニーチェは、創造性と孤独は、切っても切り離せない関係にあると考えていました。創造的な仕事やアイデアは、自分自身と向き合い、内面を深く掘り下げることで生まれると信じていました。そして、そのような深い掘り下げは、時として、しばしば孤独や孤立感を伴うものであると認識していました。しかし、ニーチェは、孤独や孤立感を否定するわけではありませんでした。むしろ、彼は、孤独や孤立感を受け入れ、それを創造的な力に変えることができる人こそが、本当の意味での創造者であると考えていました。彼らは自分自身と向き合い、自分自身の内面を深く掘り下げることで、新しいアイデアや価値を生み出すことができると信じていたのです。この言葉は、孤独や孤立感を抱える人に対して、創造的な力を発揮することができる可能性を示唆するものです。自分自身と向き合い、自分自身の内面を深く掘り下げることで、新しいアイデアや価値を生み出すことができるということです。また、この言葉は、孤独や孤立感を否定するのではなく、それを受け入れ、それを創造的な力に変えることができる、という考え方を提唱しています。それでは、今日も素晴らしい一日になることを願っています。